アメリカ人経営コンサルタントロシェル・カプと申します。今回は英語の品格という本を一緒に我々が書きました。私は大野和元と申します。日頃は英語で取材をして日本語で記事を書いたりしています。で今回こういう本を出したのはですね、やっぱり日本人が英語に関して勘違いをしているということで出したんですね。そうですね、はい、皆さんが英語に関しておよび英語をどうやって身につければいいよいかに関してより良い理解、より正しい理解を持っていただきたいと思います。まあ、アメリカ人は何でもストレートにものを言うと勘違いしている日本人が多いので、今まで学んだ英語より洗練された英語、品格をつけるためにはどうしたらいいか、そういうことを勉強するために本を書きました。そうですね、日本語には TPO をよく言いますが、実は英語にも TPO がありますので、それを正しく把握することはとても重要です。まあ、日本人がよく勘違いするのは映画の中から覚えた英語、その英語をそのまま使うことですね。それは大変なことになります。そうですね、映画に出てる英語は自然な英語じゃないし、劇的に書かれていますし、汚い言葉も多いのであんまり推薦できないんですね。かなりそういうちょっと下品な英語を使って損してる日本人多いですよね。そうですね、それはたくさん見たことがありますね。とても危険です、実は。まあ、それで実際にビジネスがダメになった例もあります。そうですね、はい。そのためにも今まで学習した英語をどうすればより品格のある英語にできるかということをこの本を読んでいただければ分かるように書いております。そうですね、この本が皆さんにとって役立ったらとても嬉しいです。ぜひ参考に使っていただきたいんです。特に一番勘違いが多いのは、例えばプリーズをつけると何でも丁寧になると思い込んでいる日本人が多いですね。そうですね、でそういうところから書きました。そうですね、そういったような具体的な話が多いので皆さんにとって役立つものになるのではないかと思います。